ベンジャミン・フランクリン級原子力潜水艦は、アメリカ海軍の弾道ミサイル原子力潜水艦。同系艦は12隻。ジェームズ・マディソン級の改良型とも言える、艦級で、静音化がなされた。一番艦の機構は1963年。本級は、ジョージ・ワシントン級、イーサン・アレン級、ラファイエット級、ジェームズ・マディソン級とともに、 自由のための41隻41砲フリーダムと呼ばれた。フランクリン級はポラリス A-3 潜水艦発射弾道ミサイルを搭載可能であったが、後にはポセイドン C-3 ミサイルを搭載できるよう改造された。1970年代末から80年代初めには数隻がトライデント C-4 ミサイルを搭載できるよう改造された。 1980年代初めには、第二次戦略兵器制限交渉の結果、カメハメハ及びジェームズ、K ・系ポークのミサイル発射艦は使用不能とされた。両艦は特別任務攻撃型潜水艦とされ、SSN の艦隊番号を与えられた。カメハメハは2002年4月2日に退役し、本級で最後の退役艦となった。ありがとうございます。